はい、高須庵工房の高須庵です。ちょっと短めの動画で、高田くんがゴルフクラブの棒が折れそうやっていうので、実際に折れるのかを確かめてもらいます。はい、ここでどうぞ。何をすんの？どうすんの？その棒を何かしらの方法で折ってみてください。絶対にそんな簡単に折れない。どうすんの？あ、見せてあげて、まずは。これゴルフの棒らしいんですよ。なんか家にあったんですけど、もういらないものなんですけど。はい、どうぞ。なんか怪我しないようにしないね、俺は。あ、ほんまに強いな。結構強いですよ、これ。あ、すごいやん。今ので曲がったかなと、全体重ぐらいかかったけど。これ S、フレックス S ですから。何ですかそれ。入江君はね、ゴルフにね、そんな詳しいらしいんですよ。いや、じゃあ職人。くしゃみでそう。ゴルフには、硬さ、フレックスがあって、はいはい、まあ、S、まあ硬い。はい、で、R と、まあ、L っていうのがあるんですけど、はい、まあ、RL は、まあ、一番柔らかい。はい、まあ、L は。じゃそれだと今、高田君が、この椅子に、はい、こう、かけて、テコの原理で踏んで、折ろうとしたような作業をすると、R とかだと折れる。多分折れます。ああ。折れるのか、曲がるのか、曲がるか。バキッていきますよ、基本カーボンやったら、うん。でもこれ、そう、バキッといきそうな素材感はあるんですよ。だから今、バキッといって、なんか飛び散って、なんか、怪我しないように怖いなと思ってたんやけど、うんうん、今の先の本気やった本気でやったら折れる。いや、わからん。もういい。いや、だって、俺が折れるんちゃうっつったの。だから、ここに思ったヘッドがあってさ。でも関係ないでしょ、ここにヘッドがあってもなくても。なんかな。だって今、全体重かけてたよね。ああ、そうか。いや、わからんけど。いや、普通にこうやって折るぐらいかなと思ったんやけど。膝で。いや、そんなんで折れへんやん。絶対骨折しますよ、それ。骨折するぐらい硬い。硬いです。あ、そう。うん、でそれここに赤いくぼみができるぐらいの方が面白いかなって僕は思ってたんですけど、高田君のムッチムチのバッキバキの膝、いやいや膝筋肉ムキムキの膝が、いやいや、まあまあ、それのさらに X ってやつも存在するんです、はいはい、X が一番硬くてプロが一番使う型、選ぶ硬さなんですよ、それは硬いとしなりが悪くて使いにくいとかもあるんですか。いや、そのしなりによってそんな詳しくないですけど、はい、強さのしなりの具合によって、うん、強いしなりが出たらビヨーンとこうムチみたいにパーンって跳ねて強い球が出て、それが強いボールが出るんですよ、そういう原理で考えてるんですよ。でだから今ただのゴルフのじゃあこれってさ、はい、ものすごい軽いのにものすごい強い素材やった、はいはい、何かすごく貴重な棒やね、これじゃ。ロマンティックに感じるんですけど、僕は。だってこれでこうやって思いっきり全速力で走っていって、こう刺したら多分貫通するよね。貫通しますね、本気でやったら。すごい素材。尖ってたら話ですけど。すごい素材やな。先っぽどこ行った？先っぽは元からなかったね。それ、リシャクトされてから抜かれてます。リシャクトっていうのはそれ、シャクト抜く、はい、っていうことなんですけど。はい、シャクトって何ですか？シャクトっていうのはここです。ここに何かが入ってたんですか？いや、これ自体がシャクト、あーカーボンシャクトで、スチールシャクトってあるんですけど、はい、スチールシャクトは本気でやらんと本当に折れないです。ブリヂストンです。あ、ツアーステージです。旧ツアーステージですね。でもここにブリヂストンって書いてあるよ。あ、はい、そうです。すごいすごい素材だよ、やっぱり。なんかそんな気がしたからもらった。しょうもないゴミやと思うやけど。むしろ下手して話したら何かに使えそうやん。だってこう、はい、いや今でも多分使えたら使えれますもん。まあゴルフはしないけど、はい、何かしらの何かに使えそうだから置いてるんですけど。チタンではない、なさそう。これはチタンではないですけど、カーボンでしょ。だから繊維です。カーボン、はい、炭素繊維です。うん、炭素繊維をなんか樹脂で固めてあるでしょ。そうです、はい。FRP のもっとえげつない硬いバージョンみたいな感じです。ということでした。失敗です。
高田くんの力が弱すぎてカーボン素材には太刀打ちできませんでした。じゃあありがとうございました。